長かった夏休みも終わり、今日県内のほとんどの小中学校で始業式が行われました。引き続き新型コロナの感染対策が行われる中での2学期スタートです。児童数612人の鹿児島市の八幡小学校です。始業式は新型コロナの感染対策として2年生と5年生の1クラスずつのみが体育館に集まり、それ以外のクラスはリモートで臨みました。1学期僕はつまずいて怪我をすることが多かったので、毎朝体力作りに参加したいです。また下古舘博校長は、新型コロナにかからないためにはどうしないといけないか考えて行動しましょうと児童らに呼びかけました。その後、各クラスで行われたホームルーム。教室には夏休みの宿題が積まれていました。宿題の量多かったです。終わんないかと思いながらやってた。宿題とかをもうちょっとできるように。夏休みの反省かな、ね、体育の授業を頑張りたいです。野球やってるから体力をつけたいです。コロナ禍で迎えた3回目の2学期。県内では引き続き感染者の高止まりが続く中、児童からは一日も早い収束を願う声が聞かれました。コロナなくなってほしいです。マスクも外せるし、自由に友達とも喋れたりするので。